どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、今回はこのウクレレを使う時にすごく役に立つリズムトレーニング、右手トレーニング動画第2弾でございます。2017年ゴールデンウィークに2つのリズムトレーニング動画をねアップロードしようと思うんですけど、リズムトレーニングっていうとねちょっとなんかすごいストイックな感じですけど違いますよ。表現力の幅を広げるっていうイメージで捉えてくださいね。同じ曲でも弾き方を変えるだけですごいなんか感じが変わるんですよ。イメージが変わる。でだから自分のテクニックを磨くっていう意味じゃなくて、その歌の表現力を増やすその手段としてこういうなんかリズムの練習をするのがおすすめでございます。はい。でですね、まあまあ私の動画いろいろやってますんで、まあ、ここガズレレ YouTube 完全ガイドクリックしてみてください。クリック。ここにはねいろんな曲のレッスンと右手の練習とかいろいろ載ってますんでね。はい、今回はじゃあゴールデンウィーク第2弾ということで、レトロビートって私が名付けました。はい、ルンルンビートっていうのはね私が名付け、ちょっと前にあったガズペジオっていうのも私のが名付けまして、このリズムの名前はどうしようってことで私がですねもう勝手に名前付けちゃいましたよ。ネーミング大事ですからね。レトロビートどういうやつかやります。こうです。ワン、ツー、スリー、フォー。これはですね、結構地味に私の動画の中でもちょこちょこ登場してたんですけど、こうやってちゃんと動画で解説するのはまあまあ、初めてですからね。結構新しめのところで言いますと、NHK 朝ドラのテーマソングだと桑田佳祐さんの歌っておられるね、若い広場。これはね、もともとこういうニュアンスの、弾き方なんですよ。はい。でこのネーミングはね、なんかレトロっぽいですよ。なんか古き良き時代、ヴィンテージ感というか、なんかほっこりするイメージなんで、レトロビートって名付けました。なんで名前つけるかっていうとですね、みんなでね、演奏してる時にね、桑田佳祐出てきたかっこいい弾き方やろうよっていうと、なんだっけそれなるでしょ。レトロビートっていうふうにみんなが知ってもらうとね、じゃあこの曲レトロビートでやってみようぜって、あ、レトロビートね、合点だ、合言葉ですから、はい。レトロビート、じゃあちょっと解説しましょうか。まず基本はね8ビートですか。8ビートがまずマスターしてからじゃないとちょっと厳しい感じ。まず8ビートの基本はジャンジャジャンチャチャンジャンジャジャンチャチャンでしょ。でこのレトロビートはこうです。ジャンドロランダンダチャンジャンドロランダンチャチャンジャンドロランダンチャチャン。はい、今ちょっと私斜めに使ったでしょ、ここドロロンと。ここでちょっとためを作るっていうのが結構コツだと思います。ジャンドロランダンダこれね、すぐできる人とね、あれ何何っていうふうに困っちゃう人が いるっていうことが分かってきましてですね、まず、ね、最初見てください。ジャンザダウンが2回続きますよ。ジャンドランダンですからね、あれ8ビート思い出すけど、ジャンジャジャンジャンジャ2回目のところでドロンってやるわけ。ジャンドランダンダチャンジャンドランダンチャチャンジャンドランダンチャチャンジャンドランチャンチャン。斜めに使うことでドロランっていうためをちょっと感じることができるかなという感じです。親指でまあちょっと押し付けるようにこの指板を、はい、体は4つで僕みたいに乗ってくださいよ。せー、ゆっくりやりましょう。続けますね。せーの、うまくできない人のね、いい練習方法ありますよ。口で言うんです。もし演奏しててなんかいろいろフレーズとかでもそうですけど、なかなかうまくいかないっていう時はそのフレーズをですね、口で言うとすごくできる確率がボカーンと上がりますから。これの練習方法で言うとこうですよ。ドンドランタンタタンダランタンタンタンって言うんですよね。ダランタンタンタンダ
ンダランタンタンタンダンダランタンタンタンダンダランタンタンタン、口で言いながら弾いてみる。これがね、なんとなくこう合わさってくるんです。だから口でちゃんとかっこよく言えないと手が追いついてこないですからね。で、私がよく言ってるんですけど、口で言えることは手でもね、いずれできるようになりますから、それを信じてやってみてください。で、まあやっぱり気持ちはゆったりね、のんきなこうラフな気持ちがいいと思います、この弾き方は。でこれができるようになったら、8ビートのチャができる方はチャを入れてみましょう。チャッパタンタランダンチャッパタンタランダンチャッパ、ですか。でこれでじゃあいつもね、あの練習動画で出てくる踊るパンポコリやってみると、急にねレトロ感が出ます。いいですか、ワンツースリーフォー。何年間でもみんな踊りを踊っているよ、お鍋の中からポワッとインチキおじさん登場。どうですか、なんか古き良き時代のちょっとこうノスタルジックな感じが出るね。レトロビートです、レトロビート、かっこいい。レトロビート、いいネーミングつけましたよ私。ずっと弾いていたくなるこの感じ。はい、これをのんきにゴールデンウィーク練習するのいかがでしょうか。はい、レトロビートですよ皆さん、合言葉はレトロビート。はい、でガズレレオリジナルビートの名称としてはですね、ルンルンビート、これはもうヤフーグーグルで検索したらルンルンビートって私の動画しか出てきませんから。あとガズペジオ、これがガズペジオです。はい、これも解説動画ありますからね。あと今やったレトロビート、この3つぜひぜひマスターして表現力をワンワン広げましょう。同じ曲でも全然違うんでも、じゃあ今のやってみよう、踊るボンボコリで。まずルンルンビートから、何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ、これか。何でもかんでもみんな踊りを踊って、これルンルンビートですからね。でガズペジオ、何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ、今のがガズペジオで、今やったレトロビート、何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ、ね、全然同じ曲なのになんか表現力全然違う。これがね面白いですよ、こういう表現力がこういっぱいね。あの要は言葉で言ったらね、日本語 の次にね英語とか韓国語フランス語喋れるようになりましたっていう、あの感動ですよ。あの感動ったって私も日本語しか喋れませんけどね、はい、きっといいでしょうね。なんでそういう感じで表現力広めていく、こういう練習をしていきましょう。それでは今回のガズレレ動画これで終わります。いろいろガズレレやってますんでチェックしてくださいね。 YouTube も以外にもいろいろチャンネル登録もしてほしいし、渋谷でイベントもやります。よろしく、さようなら、バイバイ。